災害時だけでなく、さまざまな現場で国民の安全を見守ってくれている警察機動隊。天井に式台なるものが設置されたランドクルーザー。あらゆる現場で式や広報活動の際に活躍しているという。静岡県警機動隊員の方にお話を伺いました。機動隊でランドクルーザーが働くのはどういった場面なのでしょうか。祭典警備の交通整理や広報、これを行っており、また災害が発生した時には避難誘導等で主に車を使っております。機動隊では指揮官車という名称で呼ばせていただいております。地域住民等に声かけを実施したり、あとは避難誘導、あとは救助活動等も行っております。でまた主に広報することがメインとなりますので、広報以外ですと、現場の状況を見て、上空から見て何か危ない状況とかがあれば、無線等を使ってやり取りするっていうシチュエーションも中にはあると思います。上の方に電光掲示板を設置することがありますので、その電光掲示板で流れる文字、例えば交通安全運動期間中であれば交通安全運動のアナウンスとかで掲示板で文字が流れて、交差点とか車とか人が通るところに車を配備して電光掲示板で文字を流したりとか、そういった活用もすることがあります。こちらの赤色灯なんですが、通常のパトカーと同じようにサイレンを鳴らしたり、車の中からも普通のパトカーと同じように広報することができます。で、緊急走行する際に周りから緊急車両が通るというふうに分かるように点灯させる時があります。実際に点灯するとこのようになります。このようにですね、赤色灯点灯とサイレンを鳴らすことによって緊急車両の走行、現場にいち早く駆けつけれるような機能を搭載しております。窓が閉まっていますと聞こえない時もありますので、サイレンを鳴らす時は音量を大きくして鳴らす、で、あとはマイク広報で流す時も普通のパトカーと同じように緊急車両を通ります、道を開けてくださいというふうに広報を大きな音量で鳴らして走行する時もあります。さらにその上の搭載しているスピーカーなんですが、車の車内からではなく上の方の式台の方に立ってワイヤレスマイクから広報することができます。その広報した音がですね、この車両の前部と後部についているスピーカーから流れるような仕組みになっております。熱海の土石流災害が発生した時の現場の活動として、私はその時指揮官車の車の運転を命ぜられました。その時に熱海の土砂災害の現場では土砂の影響によって悪路であったり、また水による被害で通るのが非常に困難な状況でした。砂利とか石が非常に多かったので、普通の車ですと通れない道もランドクルーザーの性能を最大限に生かして現場にたどり着くことができました。で、普通のパトカーと違って四輪駆動になりますので、悪路とか激しい道でもすごい安定感はありますので、激しいハンドリングとか、アクセルとかブレーキも踏むこともありますが、安全に道の方を走って、で現場の方にいち早く駆けつけれることができますので、非常に頼もしい車両です。人の出入りが予想される現場において広報活動をしないと、人が人を押してしまったりとか、ドミノ倒しのように事故や怪我につながってしまいますので、そういった事故が起きないように式台の上に立って広報活動をしたり、過去に警視庁の方で DJ ポリスで一気に知名度が上がった車両でもありますので、上の指揮官台で広報とかしていると DJ ポリスがいるっていうことで皆さん聞いていただいてますので、とても広報してるときはやりがいがあると思います。車の上で激しく動いたりということはあまりないのですが、人が2人3人乗っても非常に安定はしてますし、電光掲示板を設置する際もしっかりと支えてくれますので、安定感は非常にあると思います。式台の重さは明確には言えませんが、
式台プラス人が3人乗っても安定感はありますので、とても丈夫で頼もしい車だと思います。式台の使い方を実演いただきました。走行中はですね、立てることはできませんので、基本的には採点警備やですね、雑踏警備の際にですね、到着した後にこのように組み立てを行うような形となっております。広報を行うんですけれども、やはり雑踏警備とかですね、最適においても全く同じ現場というものはありませんので、基本的には広報要員がですね、その場の状況を見ながらですね、臨機応変に広報することが必要となっております。式台の方にですね、立つメリットとしましてはですね、やはり上からですね、現場を見ることができますので、より広い上からのですね、視野で見ることができますので、メリットがある場所となっております。付近ご通行中の皆さんにお知らせします。ただいま交差点において人の流れによって大変混雑しております。現場の警察官の指示に従い、安全に通行していただくようにご協力お願いします。このようにワイヤレスマイクを使って上空から俯瞰的に現場の状況を見て広報させていただいております。今後も県民のためにも活躍していける車ですので、大事に乗っていきたいと思います。ニュース速報です。トヨタ公式ファンコミュニティランクルズが会員を募集中。急げ